カシオペア座老星は、カシオペア座の方角にある黄色極超巨星である。ガイア計画の第2回公開データの年収しさを元に算出される太陽系からの距離は約3400光年。黄色極超巨星は宇宙でも最も珍しい恒星のタイプの一つであり、銀河系全体でわずか7個しか知られていないが、カシオペア座にはこの恒星の他に、カシオペア座、 V509 星もある。カシオペアザロー星は単独星であり、SRD 型の半規則型変更星に分類される。太陽の半径を 1R とすると、左から右に、ピストル星、カシオペアザロー星ベテルギウス、オイヌザ VY 星この構成は1603年に、ヨハン・バイエルが表した星表、ウラノメトリアに収録されており、バイエル符号が与えられている。 ジョン・フラムスティードが1712年に表した製表では構成は星座ごとに設計の順に並べられ、この構成にはカシオペアザ七番星というフラムスティード符号が与えられている。カシオペアザ老星の高度は不安定で4.1等から6.2等まで変更する。1946年には6等級まで暗くなり、温度は約 4000K まで下がった。 同様の爆発は1893年にも記録されており、カシオペアザロー,ーはこのような爆発を約50年後期に繰り返していることが示唆される。この爆発は2000年から2001年に再び起こり、地球質量の約1万倍、太陽質量の約3%にあたる物質を吹き飛ばし、これまで知られる最大のアウトバーストの一つとなった。 この数ヶ月のうちに 7000K から 4000K まで温度が低下しているのが観測された。2013年にはシェルの放出によってスペクトルの劇的な変化と下肢波長での0.5等級の減高が生じた。これらの観測結果はカシオペアザロー星が核燃料のほとんどを消費し尽くしている証拠であり、すでに超新星爆発しているがその光はまだ地球に届いていないか。 近い未来に超新星爆発すると考えられている。近年の観測では爆発が同じ感覚で起こり続けていることから、この構成はこれから1万年の間に太陽質量の20倍を失うと推定されている。ありがとうございます。